こんにちは、末広です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はですね、 YouTube や、Google AdSense のですね、税務情報の提出のやり方について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけど、AdSense やってる方とかですね、 YouTube が収益化されてる方はに必要なことなんですけど、こういうトップページにですね、こういうの表示されてるんじゃないですかね。これの提出しないとですね、収益から税金で 24% 引かれるらしいんですよ。なので、これを提出していた方がいいということですね。では早速やっていきたいと思います。ではこの税務情報管理をクリックします。この表示が出てない方はですね、多分この支払いの方からできると思いますので、そちらからやってみてください。はい、この画面になりましたら、ここですね、税務情報追加クリックですね。で、本人確認のためにパスワードを入力してください。はい、パスワードを入力してですね、本人確認できましたら、この画面に移動していると思いますので、こちらからですね、選んで次を押してくださいね。ほとんどの方は個人だと思いますので、回答するものを選択して次ですね。で次、アメリカ国民か、ほとんどの方は日本大事だと思いますので、こちらはいいえですね。はい、で次ですね、申請タイプですが、こちらは個人がやってますので、こっち書いてますね、個人が最もよく使用するフォーム、こちらにチェックを入れて次ですね。はい、そうしますと、こちらの画面になりますので、こちらを記入していきます。こちらはですね、アルファベット表記がいいらしいので、お名前をアルファベットで入力してください。こちらはなので、こちらはいいですかね。市民権のある国の地域、で日本がありますので、日本をで、ここですね、外国の TIN っていうんですかね、要するにこれがいわゆるマイナンバーですね。あなたのマイナンバーをこちらに入力してください。入力しましたら、次へをクリックですね。はい、そうしますと、次ですね、住所の入力になりますね。こちらは今いいのかな。はい、こちらもアルファベット表記らしいのでですね、こちらはですね、以前の別の動画でも紹介したですね、このジュートレスというのがあります。こちらにね、入力するだけでアルファベット英語表記に変換できますので、こちらのサイトを使って、住所を入力して、コピペでこちらに貼り付けていってください。はい、入力しましたらこちらですね、捜索住所、定住所と同じである、こちらにチェックを入れます。それで、次へですね。で次のページですね。
こちらはこうですね。アメリカに住んでませんので、こちらにチェックを入れて、日本を選びますね。こちらをチェックを入れてですね、で次がですね、まあ該当するやつですか、これは全部チェック入れて大丈夫な感じですかね。軽減 0%、 こちらは 0% を、こちらも選択ですね。で次を、はい、まあプレビュー確認してですね、先ほどのですね確認して間違いがなければ、ここにチェックを入れるところですね。そして次を、最後にまたお名前ですね。こちらも先ほどと同じようにローマ字入力ですね。で本人なので、はい、入れて次へ。で最後ですね、税番号セクション、アメリカ内での活動をしたことありますかなので、こちらはまあいいえですね。こちら国会内、こちらチェックですね。で最後はまあここにお支払い、要するに Google からですね、支払いを受け取ったことがあるのかないのかってことですね。まあ、こちら AdSense も一緒だと思いますので、まあ、収益化されている方はこうですね、過去の方に。まあ、こちらは去年の1月から何も変わってなければということなので、まあ、こちらチェックですね。で送信を、この画面になったら OK ということですね。完了しましたらですね、はい、このように Google から、税務情報を承認されましたとメールが来ますので、このメールが来たかまでをチェックしてください。はい、今回の動画は以上です。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。